こんにちは、ずいふうさんです。今日はね、韓国のグループですけども、オネノプというね、オンとオフのオネノプって呼ばれてるね、グループのユウさんね、水口優斗さんの運勢を見ていきたいと思います。パッと見た瞬間ね、観阿弥世阿弥の生まれ変わりですかということですよね。まるで能ですよね。ですからもう何をしにやってきたって言ったら、もう死者を蘇らせる、そのダンスはね、死者の意思、ね、そういったものをね、織り交ぜながら、表現していくということになると思います。そのことによってね、何かをこう伝えていく、まあ、人間の成長の度合いによって学び取ってもらう、そういうことを使命として生まれてきましたよっていうね、そういう運勢を持って生まれました。ですからね、例えばその神事、一番の神事って何ですかって、楽しむことですよってね、神様言ってるんですよ、ね、楽しみなさいと、楽しめばいいんです、ね、楽しんで人に親切にする、ね、以上ですみたいなね、これ神事なんです。ですから、岩戸を開けさせたのは誰ですか、ウブメちゃんですよと、ね、アマテラスさんがね、もう岩戸にこもってしまいました。困った、どうすればいいか、ね、じゃあウブメちゃんを踊らせてね、なんかみんなで笑って楽しくね、宴会でもやってればね、もしかしたら出てくるかもしれないって言って、アマテラスさんは出てきたということなんですね。だからこれ一番のね、神事なんですよね。ですからその神事をやるためにその生まれてきて、しかも生まれてる回数っていうのは、もしかしたらね、もう人間最後かもしれないと、もう次はね、もうこの魂は神様の一番最下位である守護霊、ね、になる予定の魂なのかもしれません、ね、あんまりひどいことばっかりするやつってね、やっぱり前世狼でしたとかっていう魂もね、いるわけです。まあそうではなくてね、もうかなり生まれ変わってね、もう人間最後で、じゃあ行ってきますと、何かメッセージね、伝えてきておくれということでね、じゃあ僕は世阿弥、ね、前世僕世阿弥でしたから、やっぱダンスとか芸能でね、それ伝えてきますということでね、ボランティアとかね、慈善活動とかもね、多分将来的にこの方はやってくんじゃないかなってやっぱ思います。そのためにね、生まれたんだぞ、ね、そういうことです。ですからまあ憑依型のそのダンス、ね、憑依したかのように、ね、ということなんでね、神がかってるということですよね。何かがついてる、ね、何かが乗り移ってる、ね、そういうようなね、表現、ね、憑依型のね、俳優であるみたいなね。だからやっぱりいますよ、同じ運勢ね、佐藤健さん、そうですよね、あの岡大蔵をやった時のあの演技、完全にね、その岡大蔵を呼んできてますあれはね。ですのでね、今回は世阿弥、スーパーゼアミマシンなんてね、最近、テレビでありましたけどね、そのゼアミ乗り移ってんだろうなと、ね、いうことです。これはね、やっぱりやれる人とやれない人いますんでね。で、なんで松田聖子があんな売れてるのか、ね、歴代でももう1、2を争うぐらいのね、レコード CD の売り上げです。ヒットしてます。この運勢、同じ運勢だからですよ、ね、
歌手でやってるのは松田聖子、ね、これからダンスでやろうとしてるのが優さん、水口優斗さんがねそれをやろうとしてますんでね、これは楽しみです。そしてねそのダンスとか立ち振る舞いもこれ神がかってますんでね、新しいね、ことパイオニア的なこともねどんどん取り入れていくっていう形だと思います。まあそれ皮切りに韓国の K-POP でやるっていうねそういうことですよね。それもパイオニア的なチャレンジ精神ということですよね。中学2年からもうね、練習生として向こう渡ってるわけですから。そしてね、まあ恋愛ということですけども、もうキリストですと、もうキリスト童貞でしょと、まあ童貞って言ったら失礼な話ですけどね、っていうかクリスチャンの人って多分そう思っているみたいですけどね、それと同じです。まさかそんなことしないでしょうとキリストさんはね。まあそういう雰囲気ですよね。本当はどうだったかは知りませんけども、そういう神聖な雰囲気っていうのはね、清潔感だとかそういったものをね、持ち合わせてるっていうねことです。だからまあ熱愛報道ばっかりね、バンバンあるアイドルもいますし、そうではなくて真面目なね硬派なイメージ、ね、神聖なねイメージ、クリーンなイメージ持ってる人ねいます。ユウさんはそのクリーンなねイメージ持って、やっていくと。まあでもご自分もねそのもともとその人と話をしたり恥ずかしがり屋ですよね。だから JYP にいる時もね、多分 TWICE のねあの日本人のもう恥ずかしくて話もできなかったっていう状態だと思うんですよね。話してるだけでもう顔が赤くなってしまうとかね、あのそういうようなうぶな感じで、で、なかなか女子とも話をできない、ね、だからまあ自然と硬派ということになるわけですね。ですのでね、そういう全てのイメージからね、何か世阿弥みたいなね、観阿弥ですかみたいなね、やっぱり思えてならない運勢です。まあ、とにかくね、これからもね頑張っていただきたいと思います。それではまた、さよなら。